ハイカチシリーズ始まりました。あるですね、はい、この湿気、温度差すごいですね。なんかならんのでしょうか。暑いなぁ、本当にもう夏と言っていいのか、うん、もうね、熱帯雨林っていうか、もうなんていうんですか、ジャングルっていうかね、もうなんていうんでしょうね、こういうのは。ゆで釜ですよ、ほんともうね夏、自転が一瞬止まればいいんじゃないかな。それででも大丈夫なんですか。何が止まった瞬間になんかいろいろ起きそうじゃない。それはもう信じられない高さの津波が来ますよですよ、うん、でも今そういうのが来たら例えば水とか雨でもね、うん、降ったらジューっていう状況なんですよ。なるほどね。おう、だからもう余計に暑いもんね。なっちゃってますよ。喋る気が起きない。先日はライブ来ていただいてありがとうございました。暑かったね。マッシュさん。でも中入りゃいい。ね、いろいろあるんですよこっちにも。なるほど。うん。なんていうの？まあいろいろあるんですよ。ほんまに。ね、作業であったんで。まあサッカーがね、はい、相変わらずあれですね。もうね、なんていうのかな、本当残り40何秒ですよ悲鳴上げたのはでもね、あれドーハの悲劇っていうのがあって、ありましたね。ヨシは見てる？リアルで見てないか。リアル、まあ僕は見て、中継は見てないですけど、ードーハの悲劇っていうの自体は知ってます。そうでしょ、俺ら生放送で見てるわけですよ。はいはいはい。本当に残り何十秒ですよ。もうやったー、ワールドカップ行けたーって書いて、本当にこう、もう周り、もう、うちはマンションで見てたんですね、はい、家でマキさんと、もう大騒ぎしてましたよ、はい、うわーワールドカップだーみたいなノリで、ほんならあんなになってたんですよで、うん、で今回もでも俺はね、ドーハの悲劇と今回だったらドーハの方がやっぱきついっすよ。ほうほう。うん、なんでかっていうと今回のは、うん、あれが最後入らなかったらただ延長に行ったっていうだけですからね。ああなるほど、うん、決して勝ってたわけじゃないよ、うんうん、多分あれ延長になったらもう手なかったです。なるほど、うん、どっちにしてもどっちにしろもう動きもね、もうあれだしまあまだ控えるカードはあったけれど、うん、うん、まああとは PK はもうじゃんけんポンですからね、うん、なんだけれどもあれはもう無理だったんですよ、どっちにしろ、うん、もっと一番あそこまで持ってかれちゃったっていう時点でもう立ってるので精一杯だったんだと思いますよ。なるほどね。でまたね、向こうのベルギーのルカクってやつ、はいはい、19歳ですよルカクね。見た？ジャックハンマーだったろまさにジャックハンマー。ラッパーバキで言うと誰ですかって君が聞いた時に、君は何て言ったんだっけ。僕花山薫が、花山薫って言った。いやいや、ジャックハンマーだって言ったじゃないですかジャックハンマーだったでしょ。ジャックハンマーだった。ぐわーっ突っ込んでくるでしょ本当にさ、何なんだよっていう感じだよ、うん、ぐわーっ突っ込んでくるじゃないですかもうほんならアホですよ野獣っていうかさ、そういうイメージがある、うん、俺もそう思ってたのよ。もう3人囲まれようが何しようが突
突っ込んでいくっていうね、うん、それを振り切れるだけのもうなんかポテンシャルがあるわけですよ、はい、最後の最後であのねサイドからパスをルカクにした時に、はい、俺打ってくると思ったんですよ。2人もう居ついてたんですよ、うん、でもルカクはこの打ってくると思ったんですよ、うん、グワーいってね、で19歳で若いし、ほんでああいうの初大舞台初めてなわけですよ。初の大舞台です、ね、ほんでまだ4点取ってるし、とあの得点王の目もあると、うん、だったら彼はもう野獣みたいなんだからさ、ぐわー突っ込んでくるかなと思ったんですよ、うん、これは抑えられる。なるほど。たらスルーしやがったんですよ。ほうって言った瞬間に後ろから来てたのに決められたんですよ。なるほどね。もう後ろに来てるって知ってるんですよ、うん、だからもう俺が取るよりもうこのままスルーさせて行こうっていうのをわずか19歳のやつがあの場面でやったって言ったらみんなええだったと思いますよ、はい、うん、あの例えば後ろの方で本田とかみんな見てた時に、うん、あああれは打ってくんなっていうふうに思ったはずなんですよ、はい、うん、でもあれ普通にスルーしてきたんですよ。なるほどね。うん、それはねみんなやっぱりあのジャックハンマー19歳ですよ。ただのジャックハンマーじゃなかった。うん、ほんでそのいいとこなかったんですよ、うん、その時はね。えだったら普通ムキになるはずなのに、ね、うん、いや俺は今日はいいとこないけれども、ね、勝ちゃいいんだみたいな、ね、チームが勝てる。そうそうそう、スラムダンクの赤城みたいなことしやがってなるほど ね、 わし俺は負けても湘北は負けんみたいなのに、なるほどねあんな感じですよ、はいはいはい、ルカクいいなそれはでも本当にこれから先もいいプレイヤーになってくるんじゃないですか。もう19歳でしょ、うん、あと4大会余裕で出れますよ、ね、4大会余裕で出るって俺もう66ですよもうでもね追っかける選手が一人できたじゃん。楽しみだね今度もね。だから多分ねエンパンエムパンまあまあまあって言えるやつがもう一人いるんですよ19歳、はい、ね、でそのルカクと19歳なんだけど、多分俺見てる限りではルカクの方が残ってるような気がする。うん、本当に身体能力が半端なく強いし、はい、ね、あのクレバーなところ冷静なところがあるっていうのを知っちゃうと、多分ねもうクリスティアーノ・ロナウドとかメッシとはもう終わったんですよ、はい、今回で。なるほど、うん、例えばそのウィーニングイレブンとかの表紙になるようなのはもしかすると ルカクとかあんなんかもしれないですよ。なるほどね、うん、ねえ、楽しみですね。楽しみですね。でもだいぶでもあのクリロナにしろね、うん、だいぶもう長い年月エースとして出てきてたんですよ、はいはいはい、うん、なんかそういう新しい息吹が出てくるとなんかそれはそれで楽しみになります、ね、今度の日本代表、今度のあのカタール、はい、はい、もう本当に楽しみにしててください皆さん。そうなんですか。今までゴール黄金世代とか言いますね、はい、最強世代、うん、今度なんて言われてると思います。今度の世代、今度の世代、うん、なんだろう、最黄金最強、うん、プラチナ正解。あ、そうなんですか、うん、今度はプラチナ世代って言われてます。はあ、プラチナもう楽しみにしててればいい本当に。あのベスト8どころじゃないですよ。そうなんですね、うん、ワンチャンスあるっていうぐらいの、それおまけに若い、ほう、20代、なるほど、前半、まだ若いじゃないですか。まだ14歳でもいるのよ、ほう、すごいのが、はいはい、14歳なんだって今で、ね、名前なんて言うんだから、なんか宇藤が言ってたんだよ、すっごいのがいるんだって言ってでその14歳の子が今度のカタール出て18なんですよ、はい、でルカクとかが19歳でしょ、うん、それが今度の大会で最年少で旋風を起こすのはその子じゃないかって言われて、はあ、そうなんですね、うん、ほんで今レアル・マドリッド、はい、バルセロナ、うん、そこに所属してて将来メッシの代わり、クリロナの代わりとか言われてんだって。すごいじゃないですか。それが2人いるんですよ、スペインに、はあ、はいはいはいほんでまだ柴崎もいる、うん、ね、大阪、大阪どうかな、まあ、あれかもしれないけどいる、うん、ね、キーパーがほんですごいのが24歳でいるんですよ、はい、それも2人、2人ともハーフ
どちら系ですか。一人は黒人系で、はい、もう一人はヨーロッパ系の。あら、いいじゃないですか。両方ともめっちゃイケメン。それがキーパーで二人いるんですよ。これは楽しみですね。だから今回の東京オリンピック世代っていうのがプラチナカード世代なんですよ。なるほどね。うん、はあ、いやもう歴代最強だって。ワンチャンね、予選通過あるんじゃないですか。なんの。いや、ワールドカップ予選なんか余裕ですよ。腹つほじくりながらですよ。なるほど。うん、ね、要はもうグループリーグだって余裕ですよ。はい、あとはもうベスト4に行けるか行けないか。あれ、日本はまだ入ったことないんですよね。まあまだね、今回本当にベスト8いけると思ったんですよ。それはもう快挙中の快挙ですよ、ね、もうね、2点取った時はもう本当ね、マジか。でもね、俺はね、またそれをカンタラダンスやっちゃったんですよ。あ、うん、これダメだ、負けたって言ったんですよ、これ2点取った時なんかやらかしちゃうって。あのポーランド戦も後半の前半で1点取られるよって予言してるんですよ、うん、何の字を取られたんですよ。それなのにトト当たんないんですよ。なんかあの自分の中であるんじゃないですか。何ですか。あの自分で言ってるけどとは言うもののっていうのが、いや、あのね、直近じゃないと分かんないと思う。全部直近なんですよ。なるほど、うん、だから試合中にもかけていいっていうんだったらかなり当たると思いますよ。なるほどね。もうそれこそデイトレーダーのように。そう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 。買い占めろ。そう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 。だからね、もういろんなものが最近なんかものすごく冴えてて、はい、俺当てますよ。おお。本当に、ね、怖いよちょっと。ちょっとね、来てるんじゃないですか今。後ろ向きなものいっぱいあるんだけど言えないからね。怖い怖い。うん。怖い怖い。本当に。言わなくていいですよそれ。いやでもね、あのね、面白かったですね。その試合始まってから、うん、テレビ見なくていいんだもん。なんて、あ、みんながピンクのピンク打ってくるから。監督とかのフェイスブックの記事見てれば、あの情勢どっちがいい。いやいや、見なさいよ。やっぱり面白いんだって。なんだかんだ言ってね、やっぱり面白いですよ。本当に。だから今回発狂なんですよ、はい。ベスト8揃ったんですよ。はい、もうね、もう寝れないですよ。でもその優勝がなんとなく見えてきましたね。ほう、もう見えてきました、ね、見えてきました。私、うん、これはね、決勝まずもうカード言います、はい、うん、もうこれ外れたらそうですね、どうしようかな。うーん、まあ下手なことは言わない方がいい。何ですか。下手なことは言わない方がいい。ダメかな。でも俺もう決めてます。ほうほう、フランス対クロアチアです。なるほど。うん、やっぱりフランスは残る。あのね、ベルギー対フランス、うん、が見たいんですよ。なるほど。うん、でもこういう時に必ずなんかネイマールがやらかしそうな気がするんですよ。いやー、もう余計なことすんなよみたいな形でブラジルがやっちゃいそうな気がする。今回ネイマールいいとこなしな気がするんですけど。全然本人はものすごい楽しそうにしちゃってます。世界中から叩かれてますけど ね、 本当ね、世界中から叩かれてますけど本人至って楽しそうにやってますね。あれなんですけど、今度ベルギー対ブラジルなんですよ、はい、いや僕はもうベルギーのルカク見たいからね、なんかもうネイマールがやらかしそうな気するんですよ。なるほどね。ほんならブラジルフランス戦じゃないですか、はい、ほらもうその時はもうフランスはもうフランスなんですよ。うん、もうああなった時はもうブラジル無理なんです。なるほど。そうなんです、ね、うん、ほんでね、結局のところそこの潰し合いになってるわけですよ。はい、ね、フランスの相手も あれですかね、この前ちょっと話したその初恋の人間を追いかけたスアレスがいるウルグアイだから、はい、決して楽ではないんですよ。なるほど。楽どころじゃなくてめっちゃきついんですよ、うん、ほんでその次勝ってもベルギーかブラジルでしょ。もうあと2回勝って決勝でしなきゃいけないんですけど、はい、その2回で消耗しちゃう可能性があるんですよ。なるほど ね、 ね、だからもしかするとこの4つがどれが上がっても全然不思議じゃない。片や向こうはクロアチアぐらいですからね。あ、そうなんですね。あのちょっと見たいなっていう、てか見たいのはクロアチアだけなんですよ。モドリッチ、モドリッチ、あとはねスウェーデン。
や、それ言い方でしょ。いや、そんなことない。スウェーデンの試合面白くないんだよ。そうなんですね。面白くないの。もう何塩試合、はい、塩試合製造機みたいな感じで、こっち側のグループ全部 PK なんですよ。はいはい、そのドキドキする PK じゃないんですよ。面白くないんですよ。いや本当にじゃんけんなんだ。そうそう。ほんでスウェーデンでしょ。ほんであとは、うん、ロシアでしょ。なんかその言い方でしょ。いやロシアでしょ。あれあと1個イングランドね。それはベッカムとかね、うん、ランパードとかそこら辺がいる時の、いやすごい選手がいた時のイングランドだったみたいですよ、うん、銀河軍団時代のね。銀河軍団はイングランドないです。あれ違いました、うん、違う。あれはレアルマドリッドのところ。レアルマドリッド、うん、ルーニーとかね、そこら辺のがいる時のイングランドだったら、はい、イングランドクロアチアって言ったらもう俺3時でも見ますよ。ゴラ見ますよ。でも今回のイングランドもダメなのよ。もともとイギリスっていう国なんてないわけ、はい、4つに分かれてるでしょ、うん、ウェールズとかなの、うん、もう合同で行ってくれよって言ってもういいじゃんイギリスで来いよって言って、ね、っていうような形で、まあそれは歴史があるからしょ無理なんですけれども、もうねこっちがクロアチアが負けたらどうしようっていうメンバーなんですよ。本当にクロアチア負けたらもうイングランド無理って言ってスウェーデンなんか上がってこられなさいよ決勝戦で。いやなんか逆になんか見応えあるかもしれない。絶対にないです。あ、そうなんですか。本当にないです、まあ、そんなに使用試合なんだ。え、そんなに使用試合なんだ。もうおっとみたいな。もう困ってるんです僕だから、うん、クロアチアマジで勝ってくれって言って。なるほど。う頼むからと。まだクロアチアイングランドの準決勝だったらまだね、うん、見れるんですよ、うんうええ、でもクロアチア頑張ってモドリッチなあおいって感じだからもうこっちのね、うん、左側の、はい、はもうほんと全部好カードです。なるほど。どれを見てもどれを見ても、うん、でどこが勝ってもまあしょうがねえかみたいなね。なるほどね。そういうの形ですから、はい、いやフランスベルギーみてえなまあでもあるかもしれないね。じゃ十分ありえます、十分ありえます。で実質こっち側のね、うん、左側の、準決勝が実質の決勝戦です。ほうほう。うん。決勝戦です。それを勝ったチームが優勝です。いやちょっとボロボロになりすぎてるかもしれない。それはね成功つきてたら分かんないですよね。スウェーデンなんか勝てるもん。分かんないですよ。本当に正も根も突き果てて塩試合に負けるかもしれない。そういうのもあるわけね。うん。ね。待ってますよ。さっき話に出ましたけど、はいはい、宇都さんってあんなにサッカー好きでしたっけ。あ、そうですよ。あ、そうなんだ。宇都審判員の資格持ってるんですよ。あ、そうなんですか。あいつ審判できるんですよ、公式で。だってね、もうあの人も寝ずに見てたんでしょ。そうずっとフェイスブックで発狂してる。そうはい。ねなのにこう、絶版打ち合わせします、ちょっと夜遅くなります、社会人であることもういることを忘れないでくださいって。あんたでも起きとるやんけ。なんだ、どういうこと。絶版の打ち合わせが夜遅くなるって言ったら、うん、もう社会人だから仕事ある人もいることを忘れないでねって言ってるくせに、うん、サッカーは何か徹夜して見るのかあんたはみたいな。あのね、サッカーは仕方がない。そんな、そうなの。イタリアなんてすごいんですよ。まあ、超すごいでしょうね。2ヶ月休み取るんですよ、さ、ワールドカップの年は。それが契約の中に入ってるんですよ、ほとんどの人は、はあ、これは本当。イタリア人はワールドカップの年仕事しないですからな。そうですね、2ヶ月間。はあ、うん、ね、それをみんなが容認するからね。うん、しょうがないよなって言って、すいませんワールドカップに行くんでって言われても、おお行くよねっていう感じ。ほう、ほんでね、この前の絶版のライブでね、僕吉尾君と話してたんですよ、はい、ほら彼ブラジルのユニフォーム着てて、吉尾君、ね、ブラジルかいとかなんとか言ってたら、いや違うんですよって言って、俺と全く同じなの好みが。ほうほういやベルギーでしょって言って、でも一番好きなの、いや分かった一緒に言おうぜって言って、今回一番見たいのがせーのって言ったらクロアチアって二人とも言ったからねやるねーって。なるほど、うん、ほんで彼ね、仕事、うん、若い衆に任せてもうずっとワールドカップ見てるんですよ
イタリア人かお前はっていうぐらいサッカーはしょうがないんだって。そういうもんなんですか。うん、でも俺、まあ、あのトランスフォーマーって言った時は、うん、実は社員の人らとか、はい、他のみんなにもそこまでサッカー好きって言ってないんですよ。ほうほう、うん、そうなんですね。だってもう仕事してんだもんそっちで、うん、で回されても嫌だからね、まあ、ね仕事だって結構な仕事でしょあれも。何が、あの人とかもずっと缶詰で。もう絶対やりたくねえもんあんなのちょっとね、サッカー好きとか言うもんなら、うん、でもね、あの例えばね、歓喜、うん、その歓喜っていう言葉をサッカーで最初作ったのはうちなんですよ。ほうん、俺が言ったんだもん。あ、そうなの。うん、あのそれまでスポーツで歓喜っていう言葉を他全然使ったことないんですよ。ほう、だから俺歓喜っていう言葉を使えって言ったんですよ。なるほど。そのなんで勝つのに感動は勝ち、あの感動は感動じゃない、うん、勝つか負けるかっていうことを言いたくなかったんですよ、はい、どっち転んでも OK っていうのにしたかったんですよ。なるほど。ほら感動っていうのはいけるよね、うん、ほら歓喜っていうのをやろうと思ったわけ、その勝った時っていうのね、はい、だから歓喜か、今回の試合は歓喜か感動かっていうのをやったのは多分うちのチームが初めてだと思うんですよ。あ、なるほどね。でそれが通っちゃったんですよ、はい、褒められたんですよすごく。でも俺歓喜か感動かっていうナレーションを提案してやった時にうわダサって思ったんだよねそれが通っちゃうって、うわダセーなこれって言って、まあいいやでもだってあのリズムが良くないもん音の、はい、歓喜か感動かってすんげえ音が気持ち悪いの俺。かって、そう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 、ね、うわ気持ち悪いなこれって言って、まあでもいいやって。なるほど。で言ったら通っちゃったんですそれなのに今でも歓喜がどうのこうのって言うようになったんですよサッカーが。なるほどね。うん、あのさって言ったらそんなことね、それまで歓喜っていうのをああいうナレーション系で使ったっていうのはなかったんだ。なるほど。だから俺選んだんだよ。うん、でもまあどうでもいいけどね本当にあのね、あのだってみんながワールドカップって言ったって俺彼ら、まあ、仕事で見始めたけど、はい、俺仕事関係なく見てたんだから、はい、子供の頃からねそうそうそう見てましたね。そうねえ、だからそういうのあるんだよね、まあ、向こうからすると「お前そんなにサッカー好きだったっけ?」とか言うけど「違う違う、実はあなたたちよりすごい好きだったんだよ」って特にワールドカップっていうか日本代表の、ね、はい、違う、日本代表はどうでもよかったのよ、うん、ワールドカップが好きだったんですよ。なるほど。あとトヨタカップとかね、うん、ああいうその海外 の、うん、あのそういう強いチームとか、うん、国が好きだったんですよ。なるほど、ね。うん、だってジーコのあれ見に行ったんだもん、本当にジーコがいるみたいな信じゃジーコじゃねえだろなあれとか言ってシーコとかね、とかねいやあんなんじゃシーコじゃねえかあれとかなんだあのハゲはとか言って絶対あの二人はインチキだよって言って、聞いたことねえよアルシンドのねえ、アルシンドはうっすらと覚えてるでしょ。いやもう全然覚えてます、ね、あの友達なら当たり前みたいなあれじゃないですか、なっちゃうよって。そうそうそう、あれ実はアルシンドって大したことないから来たわけじゃないんですよ、はい、実はどっかもう一つ強豪チームに誘われてたんですよ。あ、そうなんですか。うん、ほんでそのまあそう言ってもレギュラーになれたかどうか分かんなかったらしいんだけど、ジーコがアルシンド俺と一緒に日本に行こうって言ったら、もう反抗できないからイエスボスって言って、ジーコには逆らえない、そうジーコには逆らえないっていうので来たらもうこっちで大スターになった。はあ、うん、そうなんですね。そうそうそう、でもジーコのおかげで鹿島アントラーズにすごい選手とかブラジルの選手が来るようになったんですよ。そうですね。うん、だってあのワールドカップの優勝チームに3人いたのが鹿島にいたんだからね。じゃあ日本にいたんだから、それもね贅沢な話ですよ。そうですよ、ね、信じられない話ですよ今なら。でももうスペインがね、うん、負けたんで、はい、イニエスタ選手が、はい、ついに神戸に来ますよ。ほら来ますよ。いやもう見に行きたいなイエニスタじゃないですよ、イニエスタですよ。ねえ、やっぱりやっぱりな、どうよ、ルカク来ねえかな大宮アルティージャになかなかな確率ですよ。いやもうありえないです、うん、ありえないです。地球に隕石落ちるよりも低いんじゃないですか。モドリッチ来ないかな大宮アル
ティジャーに話しましたっけ、日本に1回来日してるんですよ、モドリッチ、はい、あの試合しでね、あのレアルの時、あれあの時だっけな、うん、大体来てるんですよ、モドリッチ一人でね、吉野家で牛丼食ってたらしいですよ。そうなんですか。ほんで、ファンの人が偶然、あれモドリッチじゃねえかって言って、サインくださいって言ったら、うん、ちょっと待っててって言って、食べ終わってお金払ってやったら、じゃあいいよって言って写真撮ってくれたんです。いい人じゃない。いい人。でも陰キャなんだって。あ、そうなんですか。結構過激キャなんですか。え、そう、あの、笑ったりしないんですって。でもいい人なんだって、すっごいいい人なんだって。たまにいますよね、すごいなんか不愛想な感じなんだけど、すごくファンサービスは、いや、もう不愛想っていうか、もうこういう感じなんだって。おとなしくて。なるほどね。うん、ね、戻りちこないかな。うん、ルカクと大宮 RT じゃん。ルカクはなかなか話さないでしょ、ってまだ19でしょ。いや、もうあの本当に各リーグのトップが取りに行く、はい、うん、ね、バルサモンの、あのレアルももうみんな狙いに行くでしょうね、最終的には。あれ今どこにいるんだったかな。まあまあ、とにかくもうそんな100億レベルの選手ですよ。うん、そこに大宮RT じゃもう食い込んでもらいたい。うちの近所にルカクが、コンビニにいるんですよ、ルカクが。ローソンで並べ、ローソンで弁当並ぶ。あれルカクじゃねえか。どうもとか言ったらもうファンになるよね。どうもって言って。だからそうだよ、あの OBRT じゃって、はい、実は俺ら何度もあの取材、うん、ね、ドカンババアのいる秋葉神社の横にサッカー場があるじゃないですか、はいはいはい、あれ OBRT じゃも練習するんですよ、よく。あ、そうなんですね。ルカクがドカンババアのところで練習してるかもしれないだぞ。ファッツドカンババア。ねでしょ、はい、同僚にルカクドカンババアって知ってるか、ってお、知りません。怖いっつって。怖い、何ですかそれ。私、心霊スポット巡るの大好きなんです。隣に見えあんだよ、それがっつって。いや、あんだよ、お前、そこのあれ、土管にいるババア。もうマジっすか、それ。四つん這いなんだよ。リアリーっつって。マジっすか。俺、日本の心霊スポットの番組すっげえ好きっすよ。ガチシリーズって知ってますよ、先輩。ガチシリーズ。知らないな。めっちゃ面白いっすよ、あれ。いや、ガチシリーズ知ってたらドカンババは絶対知ってるでしょ。だから知ってますよ、ここですか。まあ、俺、大宮RT じゃ来てよかったっすよ。タワー監督に会ってみてっすよ。そこに住んでるよ、つって。マジっすか。怖いわ、ルカクがそんな言ったら、本当に。ルカクな、本当。あれ19歳無理あるよ。あんなのお前街だったらもう逃げるぞ。本当に食われるぞっつって。だって19歳だろ。19ですね。要は俺が32の時に生まれたんだろ。そうですね。32って言ったらもう、だからパチンコバトルライルとか作ってる時じゃん。そうですね。おー、その時におぎゃーって言っててね、え、その後いろいろありました、独立したり虫歯糸を作ったりね、え、まっちゃんとなったりクソビッチといろいろあったり、まあ、ご飯のためにいやいや、そういうのがいろいろあった中で、ルカクが今いるわけでしょ。そうですね。ねえ、まだクソビッチとこの野郎殺すとこの野郎とか言ってたし、ルカクはまだ十何歳ですよ。そうですね。はあ、怖いですなぁ。やりますなぁ、ルカクも。話は全く変わるんですけど、ほんとこの前のライブはね、皆さんどうもありがとうございました。もうボロボロだったんですよ、俺もう何もかもが心身ともにボロボロだったんですよ。ほんでね、その日ね、その日というかその前の日か、ドカベンの連載が最終回だと。ドカベンね。うん。ほんで、なんていうの、キオスク。はい。あと、その、コンビニ、うん。チャンピオン全部売り切れたんだって。はぁ、あ。本当に、うん。ないんだって。ほうほうほう。ほんで、俺も、ドカベンの最終回チャンピオンと思ったけど、もうどっこいもなかったから、もういいやと思って。うん、別にそんなあれだしって、うん。ほんで、ライブ終わって、駐車場にね、
戻ってて、ほんでちょっとトイレ借りたんですよ、うん、コンビニで。あったんですよ、1冊、うん、なるほどね、買いましたよもうないないっていうぐらいだから。そう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 、ドカベン大嫌いなんですよ俺だってバカにしてるでしょ。まあね、最終回どんな終わり方だか知ってます？いや、俺は見ましたもん。4打席、4試合連続サヨナラホームラン俺そこはね、最後あのピシャッと抑えられて、うん、ありがとう山田で終わるかなと。いや、あのね、バカにするにもほどバカにするにも程があるでしょ、あれ。後ろちょっと探してみてくださいよ。あのね、なんで、なんで買ったかっていうとね、なんかあの転売屋がもう買い占めてるらしいんですね。4試合連続サヨナラホームランってちょっとバカにするのもいい加減にしろって思うんですよ俺。ヤーマだ、アッパーやつ。いや、それアッパーかどうか知んねえけどさ、アッパーカットやつ。いろいろさ思うわけですよそうそうそう、転売屋がね、よろ言うからって言って買いましたよこれ。皆さん表紙見せていいのかな。いや、いいですよ、全然大丈夫、うん、少年チャンピオン、チャンピオンね、買いましたよ。ありがとう山田太郎、明君四天王よ、永遠なれ。あのね、明君四天王って誰ですか。明君四天王、はい、明君四天王っていうのはまず山田太郎、うん、山田太郎ね、里中君、里中君、ほんで岩城殿馬なんですよ、うん、ああそうですね、うんうん、でも実は、うん、実は微笑みさん太郎を入れてあげないんですよ全然。ああ、そうだよね、うん、入れないと。そう、うん、ほんであの最後微笑みキャッチャーですからね。そうそうそう、山田太郎と戦ってて、そうそうそう、うん、本当は5人衆でいいじゃねえかっていうぐらいすごい選手なんですよ、ね、うん、うん、あんま好きじゃないんだろうなキャラ的に。なるほど、うん、なるほどね、水島先生が、うん、水島先生が微笑みのことはあんまり好きじゃないんだろう。なるほどなるほど。ほんで中西弓道をね、はい、ラストのピッチャーに持ってくるっていう、そう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 、ここは先生知らぬいだろうってあんまり好きじゃなかった、あんまり好きじゃなかったね、うん、ね、うん、ちょっとね本当にでもね、ドカベンって実はすごい画期的な漫画だったんですよ、はい、あの野球漫画としては、うん、今まで野球漫画といえば魔球、魔球、大リーグボールだとかね、うん、そうそうそう、あ、うん、あ、うまそうだな、うん、で、あとは根性なんですよ、うん、スポコンって、ね、そこにその野球っていうものを、うん、あの水島先生は戦略とか戦術とかを紹介したんですよ、はい、要はサッカーでいうところのジャイアントキリングっていう漫画があるようなのを、うん、漫画で最初にやったのは水島先生なんですよ。なるほどね。だから本当に、うん、あのスクイズをやってツーアウトなんだけど、あのルールの盲点について1点取って勝つっていうシーンがあるんですよ。ほんでこれ当時みんな、うん、あのんなルールねえよ、うん、起きねえよ、うん、って言ったら本当にプロで起きたんですよ。ほんでその選手誰だったかな忘れたけど、うん、ドカベン読んでて覚えてたんですって言って、じゃあこの曲名はこれだと、おお、これルール的にはドカベンで言ってたみたいな。だからそういうもうルールブックも完璧に読んでたんですよ水島先生、ね、でもいくつもかあのルール違反もそのままやっちゃってますけどねやっちゃってますけどね、うん、だからそのなんていうのかな、配球っていう、実はあの日本人っていうか日本人の野球って配球を楽しむ見方するんですよ、はい、次は内角で一回のけぞらしてこうだからっていう、それアメ大リーグとかあんま考えないですよ、はい、大リーグはもうストレート投げてカーンストレート投げてブルーン、まあ、全部大きいですからね。そう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 、何も考えてないです大谷すげえなみたいな上流だってよすげえよなんだ日本のピッチャーはあんなに三振取れるのかねそりゃそうだよ、配球考えちゃってるからね、カーブやすないんだそういうの配球考えてやってるから、でもそれで打ち取れてるんですよ、うん、うん、でもアメリカ人はなんであいつ三振取れるのかね160投げてんだけど、だからだね違う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 、あのね、
実は大メジャーリーガーリーグの選手ぐらいだったら160何キロのストレートだったら普通にみんな打てます、はいはい、余裕で打てます。うん、なんで打てないかっていうと、うん、そのいろんな配球をやってくるからです、はい、日本、うん、うん、でそんな配球考えねえって言ったら、じゃあ安倍公はどうするかっていうと、うん、揺らしてくるんですよ、はいはい、ストレートでもキュキュキュって揺れてるんですよ。だから打てないんですよ。なるほどね。うん、まあそんなんどうでもいいんですけど、まあまあ、そういうのを配球というものを野球でこうやるっていうね、あのものを啓蒙してみんなに教えたのがドカベンなんですよ。なぜならばずっと山田太郎と戦ってるピッチャーが山田の次の投球はっていうのを延々やってるわけですよ。そうそうそうここはないとか言って、キュアー勝ちなにみたいな、なんだって打てんだもん。とっとっとっと、あの山田の独特の、そうそうそう、何やったって打たれんだよ本当に、うん、でも外人からするとチェンジアップって何っていうのがあるわけ、チェンジアップって何かな、ね、チェンジアップっていう球は実は一番バッター打ちにくいんです。あ、そうなんです。なぜならば160キロの投げてくる、はい、まあ140キロって言うんですよ、うん、140キロの球をブワーって投げてきて、その腕の振りで実は120キロですよ。あ、高低差、ね、その20キロが、うん、おーっと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 ってなって打てないんですよ、はい、ここはまあ投げ方はこうなんですけど、ほうまあいいんですけど、その投げ方はどうでもいいんですけど、うん、あのそれがすごいっていうので何十億もダマくらかしたのが、あの元阪神にいた井川選手ですねあの松井さんが「おう松井井川ってどう?」って「あのチェンジアップは打てねえ」って言って「おうそれなら取ります」って言って、もう全然ダメだったんだけどでもチェンジアップっていうその要はスピードの高低ですよね、うん、それで配球していくっていうのを最初にやったのもドカベンなんです。はあ、知らぬいって実は160キロ近く投げてるんですよ、はい、でもう最高の知らぬいの武器っていうのは、うん、ハエが止まるスローボールなんです。なるほどうわー、なるほどその配球でおっと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 ってなって打てないんですよ。なるほどね。でも山田太郎は打つけどね、カッカー何絶対こう横向きでこうなんです、ね、腹立つなあの歩き方、あの走り方、何いいじゃねえよ。だってあの最終回走らなかったですもんねもうホームランボール見送ってこうこうやってました。死ねえよって感じなんだよねおお何みたいなもうそんなんがもうイライラするわけよ俺でもそれで日本人その何十年もドカベンをやることによって日本人のレベルが上がったんですよ。野球を見るあのなんて目っていうのがもう世界一レベルなんですよ。なるほどね、うん、だから野球はダメになったんですよ、はあ、ある意味バカが野球やるようになったから、はあ、ねえアマチュアリズムが一番ダメになったのがそのドカベンのせいなんですよ。なるほど。配球をみんな知るようになっててね、はい、それで自分が分かった気になってるんですよ。あ、なるほどね、うん、分かった気になってる。ほらみんなが俺はすげえ野球知ってるとか言うんですよ、うん、そんなことないからなだからお前お前ごときがドカベン見たくらいドカベン読んだぐらいであんな漫画だからな本当にね。でトロマはオリックスに行ったでしょ。行きましたね。あれはなんでオリックス行ったと思うんですよ。うん、トロマ、うん、トロマなんでオリックス、うん、家が近かったの。あ、違う違う違う、なんで水島さんはオリックス、トノマをオリックスに入団させたか。イチローみたいな感じしたかった。イチローが頼んだんです。あ、そうなんだ、ね、トノマとコンビ組ましてください。はぁ、あ、そうなんだそう、ほんでオリックスに入団なんだ、トノマ。はぁ、そうなんですね。そう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 、さすが水島先生。そうなんです。これで、もともとドカベンはもうやめるつもりだったんですよ、はい、高校のあれでね、大甲子園っていうので、うん、もう燃え尽きたって言って、はい、で水島監督、水島先生はですね、ものすごいある選手に嫉妬したんですよ。山田太郎だったらもっとすげえんだぞって言って、清原の存在だったんです。あ、そうなんですね、うん、PL 学園の試合を見た時に、
3番いや4番ファースト清原くんってなった時に会場が揺れたんだって。へえ、ドーン。これが悔しくてしょうがなかったんだって。なるほど。山田太郎だったらもっとすごいのにって言って、ドカベンだった、ドカベンだった。それをずっと覚えてて、清が要は西武に行くんだったら山田太郎も入れるっていうので西武になったんですよ。そうなんだ。そう、清には負けねえって言って。なるほど。うん、それはだってね、うん、あれですもんね、あの大貞治の家賃ね、うん、お前どんだけ阿部さんに世話になったと思ってんだって言わせるだけのね。そうそう、あんたね、この頃話の持ってき方うまい。あ、そうです。阿部さんは何回で大栄なんですよ。はい、うん、うん、当初は山田太郎は大栄だったんですよ。はい、西武行っちゃったじゃないですか。うん、ほんでいわきを大栄にしたんですよ。なるほどね。はあ、で微笑み三太郎ですよ。うん、嫌いなんでしょうね、ジャイアンツに入れました。何がそんなに、唯一セリーグに入れてしまいました。何がそんなに気に食わないの。でね、記録を見たら微笑み50本塁打、3年連続打ってます。その先今まで、ジャイアンツで50本塁打を3年連続で打った、選手は一人もいません。王さん超えてんだ、ね、お前それダメだろそれ。しれーっとね。おお、俺それはやっちゃいけないと思うよ。ねえ、やるよ。ほんで里中は、はい、あのロッテに入ってるんですよ。はい、うん、で全然最初はダメだったんですよ。ほらね、次何やったと思います？スカイフォークって。アンダースローでこう来たのが落ちるっつって。物理学的にどうよ。どうなんだろう。うん、前できたとしても肩すぐ壊れるよ。そう、でも山田はその時あのスカイホークを打たなきゃ俺に明日はないって言って、里なんか潰しにかかったってよ。山田が涼しい顔して。そうそう、でも山田太郎結構あいつクソビッチだからね。あ、そうなんですか。だってあのあれだもん、あの西武にいて、はい、FA するんですよ。ほうほう。それは何でかっていうと、あの西武の方も、うん、ライオンズの方も山田はメジャーリーグでやるべきだと、はい、いうので、あれ自由契約にしたのかな。ほうほう。もう自由に行っていいよって言って、FA じゃなくて自由契約にしたんですよ。はい、うん、山田はもう野球全ての宝だから大リーグに行くべきだと。なるほど。で本人もその日でありがとうございます。その時にスーパースターズっていうのがあの結成されたんですよ。入団っていうか、新しくチームができる、うん、山田はそこ行きましたからね。普段だったら大叩きですよ、ネットの時代、ね、クソ野郎とか。ライオンズがそういうとこまで行って自由契約にして自由にして、ほんで国内かよって言って、どんだけ書かれたことか、あの取れないボールがあるものか。まあでもあれは事情があってしゃあなかったでしょ。いや、そういう問題っていう話じゃない。本当にネットあったらボロクソですよ。確かにね。おう、ほんまにさ、いや結構ね、ドカベンクソ野郎がいるんですよ。はいはい、あといわきの夏子はんね。夏子はん、もうあんなクソビッチいないよ。あ、そうなんですか。夏子はんあんなクソビッチいないよ。そうなんですか。あのね、実はね、いわきはね、はい、あのずっと高校の時から夏子はん、うん、夏子はん言ってましたね。言ってましたよね。もう一途なわけですよ、ずっと夏子はん。もともとね、いわきがなんで大阪弁なのか分かりますか。なんで大阪弁、あの人は大阪弁じゃないですか。そうですね。でも神奈川の子なんですよ、基本的に。あ、ずっと大阪出身だと思って。違います、違います。違うの。なんで大阪弁喋るかなんですよ。ほう。実はいわきが、もういわきの家ものすごい大金持ちで、はい、お手伝いさんをやってた。うん、で、いわきはあんな感じだから、うん、家族中から疎まれてたんですよ。はい、で、一人だけ、坊ちゃんはいい子だから、うん、いい子だからっていうのが、その家政婦さんが大阪弁喋ってたんですよ。それに影響されて、うん、何々はずっと俺とおってやーみたいなノリで、はい、自分のお母ちゃんみたいな気持ちで、はい、その人を大事にしてたんですよ。はあ、ほんで大阪弁なんです。あ、そうなんですね。で、あの、いわきはね、うん、で、それをずっとその人のことを影響されて、なんかね、クビになったんですよ。
あ、その家政婦さん、うん、うん、その岩木ばっかり、あの、まさみばっかりみたいな、はい、なんかなんかでクビになったと思うんですよ、はい、で、ボンド先生、悲しい別れがあったんですよ、はい、でもずっとその人のことをお母さんみたいに思ってて、大阪弁になったんですよ。なるほどね。で、甲子園で、うん、坊ちゃんって言った時にもう大喜びするんですよ、岩木が。泣けるんだよ、岩木って。結構ね、男岩木ってね、うん、で、もっと言っちゃえば、うん、弁慶高校だったかな、どっかだったかな、どっかと試合する前に、うん、みんななんかオカルトみたいなチームがいたわけ、はいはい、呪いをかけるみたいな。であの、食中毒とかなんとかがんとか言って、うん、はいはいはい、危険とかなるから、うん、みんな朝食わないんだよ、はいはいはい、あの山田太郎でさえ朝ご飯食ってないんだよ、はいはい、寮で一人いわきだけバリバリ食ってんの。うん、そんなもん歩けって言って、うん、なあおばちゃんって言って、こんなうまいもんでなんでそんなんなるんじゃって言って、うわー食ってんのよ。ねえ、おばちゃんが作っとるやつやーとかなんとか言ったら、もうおばちゃんがいわきくんありがとうって言って泣いてるわけですよ。そういう子なの。いわきはそういう子なの。もういい子なんですよ。かなりいい子なんですよ。ほんで結局家倒産するんですよ。はい、ほんでもう超貧乏になるわけですよ、いわき家は、うんうん、で、いわきは実はそのプロになるっていうのはもうその借金返すためなんですよ、はい、お父ちゃんの、うん、だからもう一番疎まれてた、うん、で、子供っていうかいわきが結局そのいわきを支えることになったんですよ。なるほどね。ね、そんなめちゃいい男じゃないですか、ね、いわきって、はい、ね、結構乱暴だけど本当になんか優しい人なわけですよ。心は純粋なね。ね、だから幸子と結婚すると思ってたんですよ、みんな。はい、うん、山田太郎の妹と、うん、はい、結局いいとこまで行ったんだよ。ああ、そうなんですね。うん、幸子がもう岩木と結婚するとまで行ったんですよ。ほうほうほう。うん、ね、でもまあブスなわけですよ、岩木からすると。まあそうだね。おかしいからね。片や夏子なんですよ。そんないいで男なんだけど、うん、まずあの岩木より他にいい男を見つけました、はい、あんなに言ってんのに、ほうほう、イケメンとか言って、うん、家が金持ちだからって本当だよ。ほんで政略結婚みたいな形で結婚したんですよ、夏子は。はい、そうなんだ。岩木捨てて。へー。でも岩木はそれは気持ちは分かるっていうので引いたんですよ、はい、男岩木。そう、うん、で子供までできて、あの岩木くんって来た時に向こうの家庭がうまくいってなくて、うん、はあ、私は岩木くんのところがいいとか言って、はあ、離婚して岩木と再婚するんですよ。はい、高で岩木それ受け入れるんですよ。こぶつきで。こぶつきで。どんだけ男やねん。男っていうか。男というか、ね。そこまで来たらもう男じゃねえよ。そう。うるせえっていうのが本当なんじゃないの？いや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 ね。で結局幸子は里中と結婚するんですよ。ああ、なるほどね。うん。なんかつまんねえなって。いや、 やっぱり岩城と幸子が結婚した方が美しかったと思いますけど ね、 ね、それでね、山田と、ね、親戚、うん、親戚みたいな形で ね、 ね、うん、まあでも岩城的にもあれなんじゃないですか、ね、山田太郎がお兄さんになるのもどうかなって思ったとか。なるほどね、あいつ兄ちゃん、あいつ兄ちゃんっていうのはなそれ同級生だしなみたいな言えないだろそれってそんな話か、男岩城男いわき、ね、あったんじゃないですか。どうも、ね、それが終わっちゃったんですよ。だから、ね、ね、はい、俺あんまり好きじゃなかったんだけど、なんかその行った行ったっていうのをね、あの大嫌いなんですよ、はい、あの明日天気になれっていう、ね、そのゴルフ漫画があって、うん、千葉哲也先生のね、もうこれも大嫌いなのよ、はい、ジャック・ニクラスとかとマッチプレーやるんだけど、すべてのホールに入ったって二打目だよ。ガシャン。うー惜しい。うん、入った。全部のホールで。入った。うっとしいわ。ガシャン惜しい。もう腹立つんですよそういうの。冒涜してるだろうって言って。もっと言っちゃえばゴルフ漫画で一番最悪なのはジャンプでやってたライジングインパクトっていう漫画があったんですよ。ちっちゃい男の子がねガンガンやるんだけど。もうほとんどホールインワンなんだよアルバトロス当たり前イーグル普通パーなんか絶対ないんだよ。全部途中から入ったーすげー全員の選手がそうだからね
ほんでその7歳ぐらいの8歳ぐらいの男の子が主人公だった、はい、で20いくつのなんか世話になってる女の人が将来そいつと結婚するんですよ。あ、そうなんですか。子供できるんですよ。ほう、なんじゃそれって、どっちも変態じゃねえかよって20いくつの熟女好きとそういうショタと一緒になってお前ただの変態じゃねえかよって、それが子供できるんですよ。ほんでライバルも同じような感じで子供できるんですよ、はい、ほんでその子供がねラウンドでわーってやってる時にあのどっかちょっとアホな親子がその2人になんか賭けゴルフみたいな形でやって、その子供だからボコボコにやっちゃうんですよ。へへへとか言って、はい、ほんならその父ちゃん要はその主人公が大人になって、はい、何お前そんなことやられてんのか、よし分かったって言って、じゃあ俺たちと勝負しようってなってちょっとやるんですよ。全部ホールインワン帰れとか言って、会うかってお前らライジングインパクトっていう漫画読んでごらんなさい皆さん。俺ね本当に叩きつけたからね漫画。ライジングインパクトって割と最近の漫画じゃないですか。最近かどうか分かんないけど、もう冒涜すんなっていう話でねっていうか怒ってるんですけど、あのドカベンってそんな感じだった。なるほど、うん、いったー打ったーね、最終回まで4打席連続ホームランで締めるからですけどね。4打席連続ホームランならありえる、うん、4試合連続サヨナラホームラン。なるほどね、そうかそうか、ありえねえ本当に漫画にも程があるだろいや漫画やからね。でも4試合連続ホームランですよ。もうでもね、なんかさ終わったのを見た時にねほろっときちゃうわけですよ、はい、やっぱりね俺が小学校3年生ぐらいの時にはもうやってたんですよ、はい、その頃にはもうね弁慶高校とやってたわけですよ。もう終盤ですよそのドカベンのね、はい、そのそれをさその今でも覚えてるんですけど、広島にね遊びに行った時に、はい、ちっちゃいその駄菓子屋じゃないんだけどそういうような本当にポロポロの本屋さんがあったわけ、ちっちゃいのが。そこでチャンピオン買った覚えがあるんですよ。楽しみな、その回が名君が初めて負けた試合なんですよ。なるほどね。その回なんですよ。うん、それが今でもずっとその印象残ってて、やっぱりそのね今これが一つ終わるって言ったらなんか自分の一個ずつ消えていくんじゃないかなっていう、そういうなんか感傷に浸るわけですよ。亮さんが終わるとかね、あとなんだなんかが終止符何十年の歴史にってポンキッキが終わるとかね、そんなんいろいろだけど、だからちょっとずつ自分が消えていく言ってるなっていうのが思っちゃって、なんかね嫌な感じなんですよ、うん、ねえ。だからそういうのをね考えると、ドカベンとかっていうのが終わると、ちょっと感慨深いとか言うんではなくて、あ俺も死ぬんだなっていつか、あなるほど、うん、っていうふうに思いますね、うん、まあでもとにかくまああれは転売屋からするといくらになるんだろう。まあでもだいぶ寝かせないとあれじゃないですか。今は多分熱でその最終回熱で、うん、パッて一瞬って一瞬のだからバブルですよ。はいはいはい。もうでも結構弾けるの早いと思う。あ、そうですか。したらねもううん十年経たない。いや。何でも関係ない出すぐらいで。なるほどね。もう捨てていいかな。上がったって3000円ぐらいだろ。そんなもんじゃないですか。いらないね。お金だって読みたいのないんでしょ。ないっていうか、それしか読んでないです俺。バキもやってないですね。あ、バキやってないんですか。バキやってなくて、なんか外伝みたいな小説みたいなのついてましたね。あ、そうですか。それがなんか面白いことだったらわかんないですか。面白くはないでしょうねそうかそうか、バキももうないんですな。そうですね。まあ多分もう一時したら帰ってくると思うんですけどね。あ、今度はあれでしょ、あの相撲取りとの戦いでしょ。あ、そう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 。相撲は本当に強いのか。でもね俺思うんですけど、はい、今回の馬騎道のね宮本武蔵のあれ、あれはちょっと板垣先生俺は物申したいですよ。なるほど。うん、本当にね最後はちょっと失礼じゃねえかこれっていう結論でしたよ。うん、まあこれは後日ゆっくりやりますけれど、やらないかもしんないけど、あれはちょっと俺板垣先生に対して怒りを覚えた ね。 なるほどね。うん、これは失礼だ、いくら板垣先生だと、うん、だとしても、うん、この表現はないって言って、うん、というふうに思いましたけどね。なるほど、うん。
まあどうでもいいことですけどね。それ言ったらね、3週連続サッカーの話題って3日かなんかってやるのあれ。ああそうですか。ワールドカップはしょうがないね。しょうがないんですかね。ね、4年に1回ですからね。オリンピックは僕何も言わないですよ。はい、そんなに話題にもしなかったですね。そうそうそう。でもっと言っちゃえばオリンピックでね、あの楽しみなのは本当サッカーだけで。なるほど。あとは本当どうでもいいんです僕。うん、まあ、陶器でスケート見ながらね、みんなで管巻いてましたけどね。そうそう、ベネトはやらせろこの野郎みたいな話でしょ。そう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 、ね、マサルかなんか死んねえけどよって言って、うん、犬くれてやってからやらせろこの野郎みたいなね。ロスケがみたいな。ひどいよ。いやいや、どうだっていいんですもん。だってね、俺の人生の中じゃあんまり重要じゃないし、オリンピックは。確かにね。ね、さて今日の場所は、はい、今日行く場所はあれはあれですか、大きなお友達シリーズですか。はい、大きなお友達シリーズで、タカ君実はその向こうの俺らの反対側の方の奥に、なんかいや昔ねこういうの話があって、夜釣りが多いんですよ、あの辺で。あの辺 で釣り行くとなんかその矢印みたいなところがあって、そこをこう行くと、うん、直帰とか毛皮の直帰来た猟銃持った人間がうわっと出てきて、うん、うわーみたいな形で追いかけてくるって言って、またぎみたいな。そうそうそう。ほんでいやまさかそんなのいると思わないから、多分幽霊じゃねえかという話をして、はい、である人はそこら辺でまたね、あの肝試しじゃないんだけども、はい、夏花火みたいな感じでやってたら、はい、簡易トイレがあって、はい、そこの簡易トイレからまた猟銃持った人間がうわー出てきたっていう、猟銃持った霊が出るという。はあ、そう。だってね、あんな別に森とか林ってわけじゃないでしょ、うん、そうそう、というところがあるんだよね、はあ、と俺の娘が言ってたよっていうから俺はいただきますみたいな話で、ということで今日はね、はい、でもそれ本物だったら撃たれるじゃん。怖いよね。死にますよ。死にますどころじゃないよね。もうそれ殺人だよね。っていうよりももう捕まえないとダメだよねそれ。保護とかじゃないです、ね。手がそういうのがないっていうことはそういう噂があるんですよ。なるほどね。ね、ということでね、はい、今日はその猟銃をね、ね、探しに行くんですか。探しに行くんじゃないよね。探しには行かないですよ。見つけるのは嫌だもんね。疲れちゃってさ、もうゆっくり休みましょうね。なんでこんなしんどいのかなって、気圧の変化だと思うんですよ。気圧打つってやつ。もう周り打つばっかりじゃん。最近ね。多いですよね。本当にさ。もっとなんかみんな楽に生きりゃいいのにと思う。え？いろんなものを背負い込んでみたいな。じゃあですよ、今ね、打つって言ったら誰かが構ってくれるんですよ。はははあ、構ってほしい。そうなんですよ、構ってほしいんですよ。でも俺は逆にね、性格的に打つとかな、打つだとかなんて言われたら、あ、そうっていうタイプなんですよ。逆に離れちゃうタイプなんですよ、はい、じゃあ俺いない方がいいねって言って、そだって一人になりたいでしょみたいな話で、いやー違いますって言ったと、いやいやいや打つってそういうもんじゃねえしって言って、どっちかって言ったらね、こう閉じ込まれたくなる。そう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 、ねえ、あとはもう鬱陶しいのが装備をね、はいはいはい、本当にもうなんていうのかな、ヒャーみたいなね、ヒャーっていうよりも、なんかもうハンマー裕次郎になった気分になるんだろうな、ハハハ、大ガツみたいなさ、なんかもう強くなっちゃってもうね、すごい人なんだって思っちゃうんだろうな。そうでしょ。そうもうそういうのね、もう本当にもうなんて一回もうみんなの前から消えてやるからと思ってるんですよ俺。本当旅に出ますみたいな。探さないでくださいじゃなくてね、もう俺らももう最終回しようよっていうの若干思ってますよ。ドカベンよろしく。ドカベンだって終わる時代だからね。確かに、ちょっとみんな弱すぎる。ねえっていうふうに思いますよ。強くあれと。
あの僕なんて昔本当一人ですからね。何ですか？あのこう見えても結構モテますんでね、ええ、うん、やっぱりね女の人から電話があるわけですよ、うん、辛いもう死にたいって、うん、もう死ぬって言って、俺死ねばいいじゃんって言ったからねそれやってね本当にね自殺した方がいいらしいんですよ。うん、で、ね、俺その子に言いました。俺全然それで罪の意識とか感じないからねって言ってうん、ほんで君がもし呪うとか言って俺の枕元に立ったら俺カメラで撮るからねそれってよっしゃっつって、そうだから何の罪の意識も感じないし何もしないから、うん、言うだけ無駄だよそれって言って生きてますよやっぱり。それはね、うん、なんかバカ負けじゃないですかそれって、ね、それはそうです、うん、そんなもんでいいんですよ、言ってやれいいんですよ、そこまで言えやんね、うん、いいと思います。あ、そうですか、うん、俺そこまで言う人間なんですよ、うん、基本根は性癖サイコパスですからね、うん、だからなんていうのかな、あのね、愛を利用していろいろ人をやるっていうのは許せないんですよ、うん、その愛情なりそういった思いとかね、うん、そのなんていうのかな、慈悲とか、うん、そういうものを利用して何かを自分のために何かやるっていうのが俺許せないんですよ、そういう人間。なるほど。うん、本当にあのそういう人間は俺は滅びるべきだと思ってるんで、だから言っちゃうんです。死ねばいいじゃないって言って、あの世の中のためだって、うん、あのだどういうことかっていうと、そうやって愛をねその投げる愛慈悲なにそういったもので他人を何とかしようとしてる人は、うん、もっと違う人に向けた方がいいんですよ。なる、本当に必要としてる人、ね、そう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 、でそういうような利用してもう構ってみたいなやつなんてのは死にゃいいんですよいやこれ本当だよし、うんうん、それよりもね一人でじっと我慢して頑張ってね、ね、やってる人間に助けてくれって言やいいのに、それをもう言わずに大丈夫ですって笑う人間を助けてやるべきなんですよ。迷惑をかけまいとしてね。そう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 、そういう人間にはいくらでも助ければいいんですよ、全員で、ある意味全員で助けるんですよ。でも私俺がねかわいそうでしょ、助けてくださいよ助けて、うん、死にゃいいんですよそんなやつら、滅びればいいんですよ何の世の中に何の役にも立ってないからね、うん、それは絶対に全員で助けちゃいけないんです、そんなやつら。これは俺は間違ってると思ってない。そういう人間は誰も見向きもしないで滅ぼしてあげた方がいいんですよ。寂しいんでしょ、死にたいんでしょって、うん、分かった、それなら仕方ないな、うん、っていうふうに僕なんか思っちゃうわけですよ。なるほどね、うん、ね、これはね誤解を恐れずです。ただしね、それが本当に必要なのに一生懸命にやってるね、助けてくれって言えばいいのにっていうような人間を助けてやった方が絶対いいですよ。なぜならそういう人らは必ず助けてもらったことに恩義を感じ、他の人が困ってる時に私も助けてもらったから私も助けようってなるんですよ、僕も助けようってなるんですよ。それは連鎖していくから、そういう人らに力をね、それこそ本当に必要な連鎖ですよね。そうですよ、うん、愛を利用してねなんだかんだ言ってる人間は滅びればいいんですよ、うん、ていうか滅ぼさなきゃいけないんですよ。なるほど、うん、っていうふうに思いますよ、はい、なんかじゃあ全くその通りだと思いますよ。え、全くその通りだと思います。いやそうだよ、うん、うん、そこはね本当にね一時ねもうみんな並べて俺は抗議したいね本当に、ね、あのね歯を食いしばると俺ねちょっといろいろ聞いたんですよ、ええ、あのなんていうのかな、本当にね俺のファンって俺のこと大好きな、まあそうですよいやいやいや、そういうそうですよ、ね、今更気づいたんです。違う違う違う、そんなレベルじゃないんだよ。いやそうそうそう、大好きだ、ね、前から言ってんだよね。あのもうね、うん、いいよね別にって思ってないいや、あのちょっとね、あのいろいろあのお願い事っていうか、まあ、あのお礼っていうのをもらって、ね、そのメッセージで読んだんですけど、はい、この前ねなんかみんなで飲んでたんだって、はい、ほら俺がこの前トークショーで新垣結衣のうんこを
うんこは食う食わないっていうのでやったと、うん、やりましたね、うん、っていうので笑いにまたしてんだってみんなでであのなんか調べた人がいるらしい、はあ、うんことは何ぞやというのを調べた人がいるらしい、はあ、でそのうんこというのは、うん、正味食べたものの排泄物っていうのは、うん、そのうんこの個体の中で 10% もないんだって、うん、あそうなんですか、はあ、じゃあ何かっていうと残り 90% 腸にこびりついたものとか、うん、なんか胃液みたいななんかよくわかんないとかいろんな体内のカスなんだって、ね、細胞の、うん、イコールどういうことかというとカニバリズムだと、はは、うんこを食うというもの、はは、うん、でカニバルズというのは愛の究極系だと、うん、だから監督が言う新垣結衣のうんこを食うというのはあらがち間違いではないというのを延々みんなで会話してたらしい。別にだってあなたそこまで考えていけないでしょっていうわけねえじゃんだはっきり言ってすごいね、まあ、あのなんとなく受けがいいから喋ってるだけで、ね、別にどうだっていい話ですよそんなのそんなので俺はうんこが食われって言うよりうんこがそれは食うよなって言ったら盛り上がるから食う食うって言ってるだけであって別に実際いやあのガッキーがうんこ食えって言ったらふざけんじゃねえって言いますよなんであんたからうんこ食わなきゃいけねえんだよ俺が、ね、言うに決まってるじゃないですかそんなのもう引くどころじゃないですよそんな女だと思わなかったってかふざけんじゃねえよって言いますよそんなのね、でもみんなでそれを討論してあっすねうんことは何ぞやという成分まで調べたとどんだけあんたら俺のこと好きやねんっつって、ね、もっと言っちゃえばねそのネタ自体、まあ、さっきこの間トークライブやりましたけど、はいはいはい、このネタ自体は、うん、いつのネタやねんって話でだいぶ前のネタですからねもうねびっくりしました僕は本当にそういうみんなに支えられてるんだなとうん持っておりますのでぜひこれからも応援よろしくお願いいたしますと。そういうことで、はい、まあ散弾銃持った人間と戦いに行くのか。うん。大丈夫ですかこの装備で。まあ頑張りたいと思います。ということでここから先は有料でございます。後半もお待ちしています。